ちなみに塩釜駅前のねバス停はね駅東側にねありってね、こんな感じ。まあ本数はねあまり多くないですからね。あ、そうか、イオンタウン行く やつはですから1、2、ね、って感じですから、だいぶ少なくなってますよね、うん、最終が15時57分ですもんね。まあまあまあこの本数ですからね、パーク&ライドをね増やそうって言ってますけどね、そりゃやっぱマイカー使っちゃいますよねと。ここはね本音で言っときますよ。まあやはりねある程度本数を増やさんことにはこれね、あれですけど、ちなみにここ面白いのが、ね、乗るなら近鉄、食べるなら満州ってね、満州ってなってますけどね、中華料理ある満州さんってがねあって、で目の前にあるのは麻雀香港ですよね。すごい、満州から香港をねこの距離は味わえますからね、そうそうないですよあとやっぱチェリー多いなあとこれなんかすげえ新しいな、液晶画面とかついてんだ、すごいね、IC カード対応とかもなってるし、まあ言うて四日市はね自動販売機最先進都市ですからね、あの日本中の自動販売機の8割か9割はなんとこの四日市で使われてますからね。まあ富士町って言ってだいぶ北の方ですけどね、ここから、うんうん、まあまあ駅前のなんやかんやってお店あるんですよね。まあ言うて駅前の利用者もね多いですし、三菱ケミカルとか、こっちだと三菱ケミカルよりも昭和石油さんと、石原産業さんねとか、あと三菱マテリアとか、まあいろいろありますからね。いやいやいや、分かるすんな、行こう行こうか。あっちの奥行くとね、ここちなみにここの踏切は爆地、配達とかで使うときにここ一発で行けたらもうすっごい早く終わりますけど、ここで捕まり出すと特に朝とかめちゃくちゃ長いですしね。もうちょっとかな、まだ朝プラ綺麗ね。本当ならね吉野とか向けたらよかったんですけどね、まあ、かなか今年も難しいですね。こんなところにもいない神社あったんだね。でこっちに来ると、おお、おお、なんかいい感じのスーパーが、横はさお肉屋さんだよ、人たちを、こんなとこあったんや、ちょっと一回覗いてみようかな。さてことでね、ちょっとね寄ってきましたけど、普通にね野菜安かったよ。キャベツ、白菜がね1玉100円とかね、キャベツも50円とかでしたからね。そう、キャベツはねこの前ちょうど一玉買ったのがあるんで、白菜の方ねちょっと買わせていただきましたけど、安い安い、すごい。で奥の肉屋さんも気になるけどね、今ねそれでお店の人が教えてくれたのがね、なんかここのね向かいの神社はね、なんかね願い事をね一つだけなんですけど絶対に願い事を叶えてくれるという神社があるらしいです。三佐の神社かな、ってことなんでね、やっぱこれはもううちのチャンネルのね期間、まあこのメインチャンネルの方かな、期間しときましょうね、はい、やっときましょう。そうすると他のチャンネルは絶対に成功しなさそうな気もしますけど、まあね一つでも成功させないとねいけませんからね。さあちょっとお願いしていきましょうか。さてと、ということでお参りしてまいりましたけどね、
一つだけっていうねことでしたからね、まあ、やはりここはうちのチャンネルの、ね、繁栄を祈願しておきましたけど、どうかな、ちょっと荷が重いかな、これで繁盛したらすごいですね、すごいですよ。いや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 、でもありがたいですね、地域の情報ね、やっぱ地元の方に聞かんとわからんこと多いですからね。そう言うて塩浜は私配ってなかったんでね、で、あ、そうか、ここはね、浜の物屋さんとか、いろいろあるんだ。で、お肉屋さんがあって、お惣菜とかあんのかな。お惣菜は、お惣菜は、精肉だけかな。ははは。へぇー。じゃあ、高い寿司赤丸とか聞いたことないな。へぇー。ここは、韓国惣菜のお店があったり。いろいろあるんですね。東京屋ってのは何なんでしょう。お花屋さんなのかな。日陸あ、じゃない、日清、いろいろありますね。で、商店のね、駅前で抜けるともう塩浜街道のね、昭和四日市石油ってことでね、いわゆる昭和シェルのね、製油所ですよ。今合併していろいろとでかくなりましたけどね。そうそう、でだからここに昭和石油があって、そこが製油所で、もうね、何が面白いって、その真ん前にシェルのマークがあるんですよね。もうシェルのマークもね、もうだいぶ今後はね、見れやくなってくることでしょうからね。まあ、塩浜の駅前こんな感じですよってことですね。さあ、ということでね、また駅前に戻ってきましてね、まあエンディングということでございますが、まあ思ったよりね、取れ高があるといいますか、まあ正直ね、宮窓からね、塩浜はね、その宮窓のね、駅前はね、配ってたりした兼ね合いでね、郵便配達もしてましたから、多少知ってますから、あんまりね、今、そんな、取るものもねえなっていうのは分かってたんですけど、思ったよりやっぱり塩浜の駅前の急行停車駅、だけあってね、思って、ね、結構ね、やかないとね、あ、よかった、あったなということでございますね。でね、まあ、ね、とりあえずね、神頼みもね、無事に済ませて、まあ、何せね、一つだけはね、ちゃんと願いをね、しっかりと叶えてくれるということですんでね、ちょっとそれにね、期待してね、メインチャンネルだけでもね、なんとか、うまいこといくようにね、そのためにはね、ちゃんとした動画編集をしろよっていう話なんですけどね、あとあれですね、ちゃんと駅前のね、案内ね、ご案内、観光案内のある駅ね、調べとかないといけませんよね、事前に。ね、いや、宮窓駅ならあると思ったんだけど、いや、これ見てみたら、塩浜駅も特においでないですもんね。まあ、この辺りとかはね、またおいおい、まあ、それでね、維持企画とするんじゃなくて、あれですね、まあ、あったらね、やっていこうと思います。行った先でね、あったらやろうって感じでね、やっていこうと思いますんでね、まあ、今後ともね、よろしければね、当チャンネルね、このスターセル総合チャンネル、並びにね、4つ目の方ね、ご登録とかね、ごひいきにいただければと思います。さあ、最後になんか、特急が走ってきそうやね。お、最後に火の鳥が通ってった、なんかいいことが起こりそうな気がしてきたぞということで、これちょうど締まりも良くなったんで、これぐらいで動画締めさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。